皆さんこんにちは、今回はですね筋肉の触り方っていうテーマでですね、皆さんに少し細かくお伝えしていきたいと思います。前の動画でもですね、筋肉をですねどう触ってとか筋肉を持っていいアライメントに戻してとかそういう話ちょっとあったと思うんですけれども、今回は、実際こうどういうふうにじゃ触ったらいいかとかですねどういうところに気をつけてこうも筋肉を持っていったらいいかっていうところをですね、皆さん結構疑問に思うこと多いと思いますので、その辺をですね上腕二頭筋にですね絞ってちょっとねお伝えしていけたらなと思います。それでは早速やっていきましょう。触っていく前に、一つポイントがありまして、まずは触る前にしっかりですね、筋肉の状況を指針しましょう。こういうふうにですね、まず骨の位置とかですね、あとは肩の内旋具合とか肘の角度とかを見て、まあ、上腕骨のところに正中のところにですね上腕二頭筋がどういう風な位置にあったら、まあ、真ん中正中位にこうあるのだろうかっていうところをある程度頭の中でこう考えておきます。そうすると西坂さんの場合はですねちょっとこう肩自体は若干内旋位にあるんですけれども、さらに上腕二頭筋が内旋にこう少し落ちてしまっているのがこう 見えるんですけども、まあ、あとですね、もう一つ筋肉が重力に対してですね少しこう上に上がってなきゃいけないものが、西坂さんもちょっとそういう傾向があるんですけど若干こう下がってるんですよね。で脳卒中患者さんの方っていうのは重力に対して筋肉を活動的にしていくっていうのがかなり苦手になってしまいますので、内旋にこうボテッと筋肉が落ち込んでしまっている方が多いです。まあ、ただもちろん引っ張られて内旋になったり逆に外旋に行っていたりとか上がりすぎてるっていう方もいますので、全員は全員じゃないっていうところを注意してください。で、まあ、ある程度指針でこういうふうに筋肉の状況が把握できたら、そこに合わせて例えば筋肉が下に少し落ちてるのであればやっぱり下からですね持っていくような手の入り方、そしてもともとちょっと筋肉も内旋してるので内旋から外旋に持っていくっていうところを予測しながら手を入れていきます。なので今回は少し下からかつちょっと内旋目で、筋肉を外していきますのでこういう形で、入っていきます。で、じゃあバッて触るのかっていうとここも注意が必要で、内側に落ちてますんで内側から少し触れてそれから外側の方がいいかと思います。なぜかというと外側から入ってしまうとさらに内旋を強めてしまうので、そこをさせないように少し内側からそして外側、ここをまずグリップしたら、順番はですねここ決まってないんですけれども、最初から外旋にした方がいい人もいるんですけども、今回西坂さんの場合はですね外旋しちゃうと筋肉が突っ張ってですねうまくですね肩の筋肉の反応までちょっとつながりにくいっていうのがあります。ですので少し持ち上げて、最初に下がってるってお伝えしたんですけども、下がってる分を少し筋肉を持ち上げてから外旋にした方が少しですね西坂さんの肩の反応というのは得られやすいです。ですのでまとめるとですね、持ち方はまずは下に落ちているのであれば下から入って、内旋に落ちているのであれば少し内旋に、こういった手の形から入ります。そして内側から増えて外側に入って、少し重力に対して持ち上げて、それから少し外旋の方向に持っていきます。こういったところのポイントを押さえて筋肉を持っていくっていうのが、まあ、大事なポイントになってきます。この後にですねいいアライメントの中で、例えばこういうふうに肘の筋肉をしっかり動かすことで患者さんのですねこう、あ、これが上腕二頭筋を動かしてるってことなんだっていうところで少しですね筋肉の感覚情報が脳まで伝わってパッてこう気づきになっていくっていうことが多いので、まあ、そういったところで持つポイントを捉えてもらえたらいいかと思います。今回はですね上腕二頭筋に絞って、お話しさせていただきました。まあ、基本的なところは、こういったポイントでいいと思うんですけれども、もちろん前腕とかですね指とかあとは股関節とかもちろん体幹とか
ちょっと違うポイントもあったりしますので、もしそういったところが知りたいというのであれば、少し部位別にですねご紹介していきたいななんて思いますので、そういったご意見とですねありましたらコメント欄にいただけると参考になりますので、よろしくお願いします。動画が参考になったと思う方はいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。